Let the free show begin。ヒップホップ DNA パネル、今日はなんとマイティクラウンからサミー T さん、そしてマスターサイモンさんをお迎えしております。わー、ごわん、どうもどうもよろしくお願いします。チャンピオンが隣にチャンピオンがいるぜっていう、いやいやいや、チャンピオン圧がみたいな、もうめちゃめちゃもう新しいね、いやいや恐縮です。今日はもうなんかこの、ま、結成30周年も迎えられたマイティクラウンということで、もう当時の話から今の、そしてこれからの話までも伺っていきたいなと思うんですけれども、うん、お二人がそのマイティクラウンを結成したのが1991年くらい、当時のその横浜というか日本におけるストリートでのレゲエカルチャーというのはどういう感じだったのかなってすごい興味津々です。そうだね、当時、まあ、俺ら17、8とか15歳から17、8ぐらいのグループで、そんなにそういう俺らに合ってたサウンドのシーンっていうのがそこまでなかったと思う、うん、多分ジャパンスプラッシュっていうイベントが当時あって、はいはい、それはすごい盛り上がってったと思う、俺らも行ったりとかして、はい、けど俺らのやってたそのサウンドカルチャーというかっていうのはまだまだ、うん、全然そんなに盛り上がってるっていうかそこまでだったような気はする、うん、こう周りに身近なお手本とかこう先輩とかはいらっしゃったんですか。まあ、横浜にはバナナサイズっていうサウンドがいて、うん、あとはランキンタクシー、ランキンさんとかが東京でやってたりとか、うん、マッシブとか VIP クルーとか、うん、あと大阪には大阪でブギーマンとか、ブレインワッシュクルーっていうクルーがいたりとか、うん、でもカルチャーっていうほどのシーンはなかったからね、言ったら、うん、当時は、うん、まあ、俺らもクソガキだったし、ね、よく分かってねって、ただモノマネだったね、多分俺ら含め、はいはい、うん、海外のジャマイカとかニューヨークとかそのロンドンとかのシーンに憧れて、もうカセットテープを聞いて、はい、モノマネしてたって感じ、はい、簡単に言うと何にも分かってなかった本当、うん、何から始めたんですか、そのお二人でじゃあやろうぜみたいな、マイティクラウンっていう名前つけようぜみたいな、まあ軍団だよね、俺ら二人だけじゃないからさ、うん、もうなんか一緒に学校の仲間とか、まあ、ファイアボールのメンバー、はい、ファイアボールってまだクルーがなかったんだけど、もう一番も立ち上げメンバーで、そう、あのクリスとか、うん、でクリスの兄貴ジェフリーっていうのがいて、はい、そう、まあ、遊び仲間だよね、そうだね、スケボーしてたりとか、うん、ただ単に遊び仲間で、はい、みんなで遊んでたところがその流行ってたあのレゲエクラブとか、クラブっていうほどでもないんだよね、本当もう50人ぐらいしか入んないような、そこに毎週みんなスケーターが集まって、はい、横浜のストリートの10代、はい、20代の子が集まったとこが、かかった音楽がたまたまレゲエとかダンスホールで、うんうん、何これすげえ超やばくねこの音楽っていう、何言ってるか全然わかんないけどみたいな、最初何がやばいやばいと感じたんですか、なんかアホっぽい質問なんですけどそうだよね、ブンブンみたいなノリノリ、もう本当ノリが楽しそう、バイブスのみだそう、よくわかんないけど楽しいみたいな、そっか、それだけ、はい、なんか衝撃的だった感じあるね、うん、なんか、はい、なんだこれみたいな、うん、でその後結構ほどなくしてお二人ともそれぞれ渡米されるんです。そうだね、92に俺はニューヨークに渡り、俺は90から LA 行って、でもそこから今度あの向こうの本場の方にこう、はい、本場の人たちというかリアルな人たちをのイベントとか行くようになって見たりとかして、カセットで聴いてた憧れの人たちを実際に見に行くみたいな、それでまた刺激受けちゃって、でそこでなんかサウンドシステム、そのなんじゃでかいスピーカーの山、城のような、そう砦のようなでかい、あれを初めて食らった時にはもうちょっと食らっちゃったっていうか、衝撃的でやっばこの音みたいな、だってこれスピーカーの前に立っててこうやって揺れるからさ、 T シャツがこうやって酒がこういや本当倒れちゃうみたいな、やっぱ息吸えねみたいなぐらいやっぱ迫力があって、これは日本に持ってきてえなみたいなのはなんかあったね、自分で。そうだね、じゃあアメリカでまたお二人がこう合流してからジャマイカに行かれたとか、どう、まあ、サミーはニューヨークにいて、はい、で俺は LA にいて、はい、で今のメンバーのパパコージっていう、はい、いるんだけど、もうニューヨークでサミーが知り合って、はい、で途中からメンバー入りして、はい、でまあ俺がニューヨーク行ったりとか、うん、でジャマイカ行く前にニューヨーク寄ったりとか、はい、うん、なんかそういう感じから、で日本にはもうずっとみんないなかったから、うん、
5、6年とかかな、なんか 年一は日本で自分たちでパーティーやろうよみたいな、イベントやろうよっていうので、その横浜レゲエバッシュっていう横浜レゲエ祭の前身を年一でやり始めようっていう、うん、ジャパニーズアーティストだけでやろうっていうのがもうスタートで、うん、当時だから日本に残っているそのクルーの皆さんとか仲間たちは、うんうん、マイティクランが年一また帰ってきたぞ、祭りだみたいな、そういう、そうすごい小規模の祭りだったけど、はい、そんなでもまあそうだね、気分はもう、はい、やべえあいつら帰ってきたぜみたいな、すごいちっちゃいエリアだけどね、はい、まずはローカルで、はい、仲間うちで集まる感じがやっぱり、うん、ローカル意識というか地元の、夏にみんな一回集まるみたいな、うんうん、それが唯一みんなで集まれるタイミングだった、うん、日本では、ね、そこがすごい貴重な情報交換の場みたいな、そうだね、はい、当時インターネットもないし、うん、雑誌もやっぱり俺ら全然もう雑誌なんか乗り始めたの本当多分世界チャンピオンになった後だから、うん、まあ、99年とか2000年2年後ぐらい日本遅かったから、はい、だからもう実際に自分たちで行った体験談をみんなにこうなんだよっていうのをこう伝達者じゃないけど、でも結構そういう全体のなんだろう、俺らも分かってないながらのなんだろう、あの刺激的な、はい、なんかこうルードボーイとかバッドボーイがいる、うん、あの独特の雰囲気、うん、ヒップホップもそうだと思うんだけど、はいはい、なんかあの雰囲気にやられたってもう刺激的で俺らからしたら、うんうん、その毎年まあ夏にはじゃあ帰るってなった時に、うん、年を重ねるごとに、うん、あ日本でもだんだんレゲエ熱くなってきてんじゃんみたいなのは感じてらっしゃいましたか？なんか俺らやり始めるのは91だけど、はい、まあ、5、6、7、8か毎年こう帰ってくるようになって、その時はそんなでもないけど、だんだん毎年人が増えてったっていうのは感じてたね、はい、うん、バイバイゲームではあったかな、ほんと150人とかがほんと300になって600になって1000人になって1500、2000とかどんどん膨れ上がってったっていうのは、はい、うん、あんまり意識してないね、そういうことは正直言うと最初はね、うん、もう自分らがむしゃらで自分らのイベントっていうか、自分らのやりたいそのサウンド、はい、うん、とかをとりあえず年一っていうか感じでキープしてっていう感じで、とにかく盛り上げようぜみたいな、うん、それ自分らがとりあえず盛り上がってたみたいな、一番俺が盛り上がってた、それがなんかちょっとずつなんか他の人たちに着火していった感じはあると思う、で来た人は伝わるからね、これやべえんだよマジでみたいなさ、うん、お二人がそのジャマイカの地を初めて踏んだのは何年ぐらいの時なんですか？93年かな、うん、その時のこうとやっぱりその今まで LA やニューヨークで触れていたレゲエのカルチャーともまた違う、もう洗礼を、はい、第三世界でしたっていう感じそうだね、二度と行かねえこの、もうマジ最悪ここっていう何がワンラブだよみたいな感じのなんかこう、はい、そういう感じの、うん、もう全然もう、はい、もうウェルカムじゃないみたいな、歓迎されてないんだみたいな、ウェルカムだったけど、もう常識が違いすぎちゃって、うん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 、もう10メートル歩いたらかもられるしみたいな世界だったから、はい、特に90年代とかは、うんうんうん、ウェルカムではないよね、ウェルカムじゃないか、あれ、うん、でも金くれたらすぐ、金あげたらすぐウェルカムになるっていうか、なるほど、なんかまあ向こうのルールがあるじゃん、うんはいうん、だからそれを分かってないっていうのはあるけど、うんうん、日本の常識で言ったらもうコテンパンだよね、何こいつら最悪な人間だなみたいな感じにしか思えなかった、ね、最初はね、もう本当もう、でもそこでそのへこたれずに、うん、ああもう行かねえっていう気持ちにちょっと、まあ、なりつつも、そのへこたれずにまたって そこからレゲエとは距離を置くのではなく、よりこう何ですか、そうだよ、ね、近づいていった、そのパワーはどういうところにあったのかな、戻る飛行機とか戻ってからなんかすげえ悔しい思いとか、はい、なんかいろいろと負けた気分になってちょっとね、敗北みたいな、やられた感じみたいなそう、止まったとこも悪かったし、そのいわゆるそのなんていうの、そういう地元のもうルードボーイたちが集まるようなところのもろもう真ん中止まっちゃったりとか、はいはい、だから次の時とかはもうちょっと違うところともあったら、なんていい国なんだっていうそ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 う、本当そういう、うんうん、なんかこうやって伺うのもまたちょっとはって感じかもしれないんですけど、その本場に行くことっていうのはやっぱり大事っていうのはありますか？いや、じゃなきゃ分かんないでしょ、うん、みたいな、う、ね、うん、やっぱ来たところのあれをね、
と思ったかな、うん、特に多分本当90年代そのサウンドやってた人たちアーティストもそうなんだけど絶対ほぼ全員ジャマイカ行ってたと思う、うんうん、1回は、はい、やっぱジャマイカ行かないとダメだろう分かんねえだろうっていうその雑誌読んでてテープ聞いてるだけじゃ分かんないっていうので、うんうん、みんな行った時にもう覚醒して帰ってくるみたいなみんな、うん、分かる気がほぼ全員がなんかこうバイブス上がって好きなアーティスト見れたりとか、はい、好きなイベント行ったりとかするとやっぱ人ってこう、うんなんかテンション上がるというかう、ねうん、いつも見てない普段とは違う景色だし、はい、空気だし、うんうん、環境だしうだ、ねうんうん、刺激的だよねすごい、うんうんうん、いやちょっとジャマイカ私も行ったことがなくてでも、うん、やっぱりまたアメリカとも全然違うんだろうなって違う、ね、思いますし本当ちょっとこう、はい、勝手が違いすぎるから、うんうん、全然違う国だね、はいカリブもすごい全然違うからさ、はい、他のカリブとか、ね、国によってトリニダードとか、うんはい、バルバトスリアナが、はい、バルバトスとか、ねはい、ニキミナー出身 の,、ねはい、あのトリニダードとかも全然違うっていうか、はいうん、そ, うなその辺いつかこうクルーズとかねそういうこと海外だとよくあるから、うんるね、ちょっといつかカリビアンクルーズ行きたいなって、うん思ってますし、うんそのまあ、お二人、まあ、お二人だけではないですけれどもそのマイティクラウンとして活動し続けて、うん、その転機になった瞬間っていうのはそれぞれいつだと思われますか転機って結構いっぱいあるんだよ ね,、うん、ねいっぱいあると思うんですけど99年のやっぱワールドクラッシュが一番でかいんじゃないか、はいうん、そうだね、うん、それで結構すべて変わってきたの、うん、流れが一番でかい転機っつったら、はい、初めてそのワールドクラッシュニューヨークブルックリンのも超下等でやって優勝して世界チャンピオンって本当一番あれでもガラッと日本も海外も、うんうん、もうブワーって180度変わったと思うその、うん、もう歌丸さんのラジオにちょっと前に出られてたのを僕聞いたんですけどそのか最初から勝とうと思って言ってた、うん、俺ら絶対優勝するぜっていうその気持ちはもちろんでも勝てるかどうかやってもないし分かんないけどもう、まあ、横綱のもうなんかエースっていうかさ、はい、もうすごい人たちだったから、はい、その本当カセットテープで聞いて憧れてた人たちと今度同じ土俵で、はい、負けなし軍団の俺ら入ってったから、うん、でも勢いに乗ってる誰も止めらんねえみたいな、はい、何連勝中みたいな人たちだから、はい、そういう人たちに今ダークホースでまあ多分ジャマイカ人もすごいショックだったんだと思うんだよねはいなんか衝撃的だったと思うよアジア人が来てそうだね、うん、なんか日本から来たやつがバリバリ俺たちの国しゃべって、うん国ね、言葉しゃべってさ、うん、俺でもうバリバリ分かってるような曲かけてあんだこいつやみたいな、はいうん、そうだね、うん、当時そのステージ出て最初は弾いてる雰囲気だったブーイングがあったりとかもしたんですかその時はねブーイングはなかったかなチャンピオンになった翌年がブーイングだったあ大大ブーイングもう何にもマイク握る瞬前から、はい、だから1回目お前らまぐれだぞみたいなそうなんだファンも増えるけどやっぱニューヨークって結構次の日に友達が敵になる街じゃんやっぱり、だから、はい、そう本当それでもうありえないぐらいのブーイング紹介されただけでもブーって会場もう結構凄まじい感じだった結構怖いよいやそうだろうなと思ってで結構へこむしいやそう普通の人だったら自殺とかしちゃうんじゃないかぐらいのいやそれぐらい追い込まれるだってもうめっちゃ物とか飛んでその中で物は飛んで、はいあのまあ、違う現場で飛んだりとかしてけどもっと何年後とか、うん、頭から俺血吹いたりしてるそう瓶飛んでハイネケンのボトル当たって血吹いてとかすげえ痛かったしすげえムカついたいやすげえ痛いでしょ今投げたやつてめえこの野郎みたいな、はいはい、そうだねもういろんなもう全然もう黒人しかいねえから、うん、誰が投げたかもう分かんねえし食らってくらしたけど、まあそういう、まあでもそういうのもいろいろもう経てあったけど、まあでも転機はそこからで、1回目のでも世界チャンピオンになってからが本当のストーリーの始まりっていうか、かっこいい、そうか、そう、うん、そっからだって初めてその海外、ヨーロッパツアーだったり、まあカリブ行ったり、アメリカでもいろんなところそこから回るようになったから、もうどさまりが分かんなかったもんね、なんか。こんなとこにこんなシーンあんだみたいなニューヨークとジャマイカしか分かってなかったかな、うんうん、ヨーロッパも本当行き始めて多分どんぐらい行ったのかな20カ国とか 15は行ってるかとかアメリカだけでもねニューヨークだけでもクイーンズ、ブルックリン、ブロンクスもうロングアイランドからいろいろ行きながらバージニア州かアトランタも行っ
だし、例えばニューヨークでも、うん、ブルックリンで受けるレゲエと、うん、ブロンクスで受けるレゲエというのは全然違ったりするんですか？ニューヨークは一緒あんまりかな、でも他の場所は違うよ、うん、マイアミとか、うん、LA なんかもう全然進歩してないもん、言ったらそう、いやもう レゲエっていう、レゲエのこうカルチャーあんまねえな、遅れてるここみたいな、そう、やっぱりニューヨークとかマイアミ、フロリダの方が、うん、まあ、移民の構成もね、全然違いますからね、そうそうそう、だからもうジャマイカ人多いから、圧倒的に、ね、イーストコーストの方が、はい、うん、でも、もっと上とかコネチカットとかからとか、ボストンとかニューヨークとか、はい、うん、とかでもちょっと違ったりする、うん、ヨーロッパで受けるレゲエも全然違うし、はい、そうですよね、ヨーロッパ系に、ヨーロッパにいるそのカリブ系の移民の人たちはまた違う、そのフランス語圏から来てたりとかいろいろあるわけですもんね、全然ヨーロッパも全部違うし、だから今日受けた曲がよし明日受けるかっつったら全く受けなかったりするし、はい、またカリブも違うのよ、うん、全部違う、あのカリブとか、まあ、特にそのジャマイカに行かれてパフォーマンスするとき行って、うん、そのあなたたちのカルチャーをなんかリスペクトしますよというか、 なんかどういうことに気をつけてるっていうのはありますか？やっぱ黒人じゃないからさ、はい、例えば、うん、黒人だったらさ、あの N ワードとかあるわけじゃん、うん、はい、あのだからなんかそこをうまく逆手に取ってっていうか、はい、そこでうまいそのスピーチをしないといけないっていうか、うん、でもそれを日本人を最大限生かしてっていうところは、逆に武器にするというか肌の色、うんうんうん、ディスアンドバンテージなんだけどアドバンテージに変えちゃうっていう、はい、いや俺らもうめちゃくちゃ分かってるからお前らのカルチャーっていうのも鼻から行くと、おー何こいつらみたいな、俺は黒人じゃねえけど、うん、黒人と同じハート持ってるよみたいなとか、みたいなこととか言うと、うん、はい、バーみたいな、ものすげえ、なんか、こいつら分かってんな、みたいな、うん、あとその時の旬の言葉っていうか、スラングとかあるでしょ、うんうんうん、なるほど、お前らこの言葉知ってんのみたいな、なんで喋れんのみたいな、うんうん、普通に使っちゃうみたいな、うん、でもなんかこのジャマイカと今言ったカリブってまたちょっと違ってて、こう結構優勝した時にジャマイカ人ももちろん応援してくれたんだけど、ジャマイカ人以外の黒人のカリビアンがすごい応援してくれた、あプエルトリコにいる人とか、プエルトリコはねあんまやってないけど、トリニダとかバルバトスとか、はい、なんかいろんな他のいっぱいあんだけどさ、うん、島が、はいはい、でもやっぱりそのジャマイカ人以外でも勝てんじゃんっていう希望を与えたっていうのはそれはそうあるかな、うん、なんか、いや俺はもうすげえなんか超バイブ下がってみたいな、そのやつらの島に行くと、はい、うん、すごい言われたりとか、すげえインスパイアされたよとか、なんか、あの YouTube でも拝見したんですけど、あの、うん、もうサウンドクラッシュの途中にジャマイカの国歌を流しているところとかも、ね、うん、すげえと思って拝見しました、うん、あれはね、ブーイング封じるための曲だったわけですよ。そうだね、うん、まあ、見事に自分の国の国歌なんかブーイングできないなんていうさ、うん、そういう技というか、いや、うん、でもそれはもうやっぱ経験によって培われたものですか、とか縁というか、うん、周りのジャマイカ人がお前ら絶対ブーイングされるから釣りっつって、うん、登場からもう多分心折れるぞって言われて、おー、あ、それじゃあアドバイスというかあったんですね、あ、それいいアイディアかもっつって、でそのダブを取ってサーミンが日本語訳でこう入れたりとかして、はい、したらブーイングされたんで、かかった瞬間まずブーイングがもうサイレンスになるみたいな、でそっから仕掛けていくみたいな、おおすごい、あでもそれもすごいタクティクスっていうか、もうあるねやっぱり、ね、うん、そりゃそうですよね、日本だったらさ、どんだけ自分のショーがさ今日は行けてなかったりとかしてもさ、ブーイングってないじゃん日本って、いやそうだと思います、なかなか、うん、なんかすごいね、うん、心折れるよとブーイングでもその経験したことによってすっげえ強くなれた気がする、はい、そのやっぱもう3回目とかになるともう返せるもんね、お前ああブーイングしてるのあそこのサウンドのチアリーダーだったみたいな、でブーイングしてないやつらがもう大受けしてみたいな、でブーイング黙るみたいなとか、すごい、そういうなんか技を覚えるみたいなのあるけど、やば、うん、こうステージに立ってる時にブーイングでズドーンって なる、うん、なる、うん、どうやってこう自分自身をこう上げていくわけですか、いやもうやっぱその切り替え、うん、次のラウンドで切り替えるっつって、はい、そのブーイングしてるやつらもあまりにもすごいことをやると、はい、急にブーイングが盛り上がりに変わるから、
そうなるともっと爆発力が増すし、うん、そういうのも、まあ、もちろんできない時もあるんだけどね、うん、でなんかすごい曲の威力ってすげえなっていうのを結構俺らは感じてきてるかも、うん、その時の旬だったりとか、うん、今まで流行ってた曲をちょっとリリック変えて、うん、その、まあ、俺らのその武器ダブプレートってあるんだけど、はい、それをそういうのをかけたことによってその状況が本当変わるから、うん、1曲でひっくり返ったりする場合もあるわけよ。すごいサウンドクラッシュっていうバトルやってて醍醐味ですね本当に。そうだね、だ常に自信持ってこう攻めるというか、うん、で切り替えるっていうのが多分ポイントなんじゃないかなっていう、うん、まあ、だから結構命がけだよ。でもだってそのさ知名度がさ、はい、まあ、勝つ負けるは置いといたとして、はい、いいショーしてなかったら次、はい、あの飯食えなくなっちゃう、ショー入ってこないブッキングされないしっていうのはね、はいはい、うん、そうかそうか、そこもじゃあ露骨に向こうは露骨だからね、分かれ道というか、そうだね、ほんと、うん、爪痕残せなかったらもう呼ばれないっていう世界だから、うんうん、なるほど。ちょっとじゃあこの辺で一旦前半をちょっとストップしまして、うん、また後半にもがっつりお話を伺ってまいりたいと思います、はい、マイティークランから、サミティさんとマスターサイモンさんお呼びしました。ありがとうございます。 You're not the author.